沖政は、戦国時代の武将、大内鹿神、東沖房の長男で、高房の兄、平院寺に安置されている、東沖政供養のための法教院等。栄昇元年、沖政は、東沖房の長男として生まれた。戦国時代の五島神社神官、野坂房明の覚書には、大英五年三月十八日、 父の党沖房と共に、秋国助西軍に在陣していた党の次郎京継が療養のために帰国する際のことが記されている。この次郎京継が当時の沖政であったと推定される。父凶暴は大英二年から同国において、秋武田氏の武田光和や、五福島か主家の友田京藤らと激しい戦いを繰り広げていた。沖政は岩戸の人から、 船で帰国の途に着いた。父共謀は沖まで出て見送った。他にも五福島に駐屯していた広中武市長や大内片水軍の所将、野坂ふ明らが戦中に挨拶のために訪れた。不死の別離に部長らは涙していたとふ明は覚書に記している。協禄2年4月23日、沖政は死去した。去年は25歳とされる。 山口県修南市大和坂上横屋にある平寺には、沖政の供養塔が保存されている。昭法教員塔の刀身には、春を通る書、協力26月12日とあり、沖政の法名と記念が刻まれている。沖政の死去後49日の増留であったことがわかる。ありがとうございます。